若林文音おいおいおい文江の至上なうゆるゆるすぎるね。今かっこよく出たのにね、最初ね CM 明け。はい、ということで、さあ、はい、今日は何を、前回先週ですか、はい、ちょっとサーフィンのイベントに行っていて、あ、そうだあれ以来か、はい、イベント会場でしたっけ、うん、パシフィコ横浜でやっていて、ちょっと至上ナウのコーナーがお休みだったので、はい、ちょっと出遅れ感ありますけど、はい、そのね、気になることがね、その時やろうと思っていたことをやりたいなと思います。なるほど。はい、2月のもうだいぶ前になるんですけど、2月の、14日に、2月の14日もうバレンタインデーの日だったんですけど、バレンタインに日銀が、追加金融緩和、湯がめんどくさいでカタカナにします。金融緩和、どういう意味全然わかんないをしたんですけども、まあこれなんて言えばいいのかな、日銀の金融決定会合で決まったんですけども、10兆円規模とか10兆円の資産買い入れをする、まあ、あとは物価上昇率を 1% まで持っていくとかっていう話もあったんですけども、まあ、デフレ脱却ということなんですけども、まずこの今日はここにポイントを当てて、お話をしようかなと思います。10兆円の資産買い入れというのがどういうことかというと、長期国債、これ日本の例えば住宅金利とか、住宅ローンの金利とか、銀行が企業へ貸し出す、融資の時の金利なんかを示す、まあ、国債の、まあ10年ものって言われるものがあるんですけど、それを、長期国債って言い方をするんですけども、これを日銀が買い取る枠組みを10兆円増やしますよというものを、なんていうのかな、発表した、追加で10兆円買い増し枠を増やしますよということを発表したんですけども、これを買い取ることによってじゃあどういうことが起きるのということなんですけども、これね、勘違いしてほしくないのは、日銀が政府から直接国債を引き受けるのは、これは法律で禁止されてるんです。今回のは資産の買い入れなのね。どういうことかというと、難しい、政府が、国債を発行してます、はいはい、国債を発行と、ね、政府が国債発行してますと、はい、まあ、国債は国の借金です、お金をもらう代わりに国債、まあ、株券みたいなものなんですけど、国債を発行して、まあ、借金の証明書みたいなものなんですけど、例えばそういったもので私たちは道路を作ってもらったりとかいろんなことをしてるんですけど、まあ、ちょっとこの話をしてしまうと1時間以上かかるんで、政府が国債を発行してます、はい、で基本的に日本っていうのは大体8割から9割が国内の銀行、残りのまあ 1,2 割が国民が買ったりとかするんですけども、まあ、銀行という場所が、国債を買い取ってます、ね、国債を買い取ってます、で、まあ、プラス、個人なのね、でさっき言った直接引き受けっていうのは、この政府から日銀が直接買うことはこれは法律で禁止されてるんだけども、今回は政府が発行しました、銀行が引き受けました、この分を日銀が買い取りますよと、その買い取る枠を今も現在買い取り枠はあるんだけども、それを10兆円増やしますよということを発表したのが今回の追加金融緩和だったんですね。でじゃあこの銀行の買い入れ資産を増やして、銀行から買う国債を増やすとどういうことになるかというと、じゃあ今国債持ってます、これ、銀行が国債保有してます、ね、国債保有してます、はい、これを日銀が買い取ることによって、はい、この国債分のお金が、資金が銀行に入りますよね、はい、これ分かりますよね、はい、国債を売って日銀からお金をもらえますよ、銀行には資金が入りますよ、資金が入ることによって私たち国民が企業だったりとかが融資を受けられる枠、自由になる枠が増える、そう、融資枠が増える、融資ってどういう字だっけ、あるある違いますよこうなんかちょっと待っていいや、融資枠が増えることによってそのお金が銀行は自由に使えるお金が増えるということは、市場にたくさんお金が出回る一つの機会になるっていうことね、貸出余力が、まあ、強くなるってことね、銀行の。それから、ここで国債を安定的に引き受けるわけ。日銀という国の代表が、国の代表という言い方はちょっと語弊がありますけど、国債を受けることによってこの長期国債の市場価格だったりとか金利が安定することになる。 100% 安定とは言えないですけども、安定する一つの材料になる。そうすると金利が急に上昇したりとかすることもなくなるということで、住宅ローンだったりとか、それから企業の貸出融資の貸出融資金利の、貸出の金利が安定的に行われることになると。